4月から春樹は今と違う学校に通うことになるの。昨日母ちゃんはそう言って俺に謝っていた。未だに実感湧いてこないが、4月になったら俺だけがみんなの中から消えるらしい。そんなこと言うなよ。ああ、こんな日がこれからもずっと続いていくと思ったんだけどな。なんかくよくよしてもいられない。俺が寂しい気持ちを顔に出せば、きっと俺以上にトマリはもっともっと悲しんでしまう。だから俺は悲しむわけにはいかない。大好きなみんなには最後まで笑っててほしいから。それに一生みんなと会えなくなるわけじゃない。会おうと思えばいくらでもチャンスはあるに決まっている。おい、春樹ってば。え、ああ、何？そりゃこっちのセリフだって。どうしたんだよ、さっきからぼーっとしてさ。顔を上げるとタクマとトマリが俺の顔を覗き込んでいた。ごめんごめん、じゃあさっさと行こうか。いやでもハルキ、なんか顔色悪いけど。ハルくん、大丈夫？具合悪いの？大丈夫だよ、そんな泣きそうな顔するなんて。本当？本当の本当に大丈夫？無理してない？すでに泣きそうな感じのリアクションされると余計に言いづらくなるよな。ああ、むしろトマリたちの顔を見たら元気出てきたよ。ありがとな。うわ、早く頭わしゃわしゃしないで。トマリの頭を撫で回してごまかす。こんなことでも泣きそうになるくらいだし、引っ越すなんてなかなか言い出せそうにないな。まあそうやんな。イクとチサト姉は先に帰っていたらしく、今日この日は3人での帰り道だった。ねえねえ、ハルキ、トマリ、今日だけどさ、たまには俺たち2年生だけで遊ばない？やっぱ同級生だ。え、俺は別にいいけど、トマリは？私は。トマリの答えはきっといつものようにハル君と一緒でいいよだろう。でもチサト姉は松原商店で待ってるんじゃない？いいよいいよ、あんなサイコパスとゴリラのハーフなんて一生一人で待たせとけば。チサト姉がいないからって気が大きくなってるな。きっと兄弟がいる人間にしかわからない不満が日頃から溜まっているのだろう。でもバレたら何されるかわかんないし怖くない？それだよそれ、僕たちがそうやっていつまでも姉ちゃんを怖がってるから向こうはどんどん突き上がるんだ。俺はそうかもしれないけど。え、タクマ、もしかしてあの後千砂都姉と何かあった？そうそうなんだよ、ひどい目にあったんだよ。というか聞いてよ。どういうこと？そんなに？断っても勝手に話しそうな勢いなので、とりあえずおとなしく聞いておくことにする。実は昨日の夜こんな夢を見たんだけど。夢かーい。夢？気づいたら僕は砂漠の王宮にいたんだ。ほうほう。唐突だな唐突だな。どうした？いいじゃん、王様になった夢でも見たの？うん、ひどい。姉ちゃんが女王様で僕はただの使用人。足首には鎖と重りがつながってた。トラウマじゃんそれって。でも夢は夢でしょ。それがさ、姉ちゃん、僕もお腹空いて死にそうだよ。ご飯ちょうだい。ご飯？そんなに欲しけりゃくれてやるさ。ただし私を楽しませることができたらだけどね。多分あれ前世の記憶だったんじゃないかな。ひどい。前世から染みついた主従関係とか悲しすぎる。それで僕は手を使わないで耳を動かすんだけど、
姉ちゃんは薬とも笑わなかったよ。瞳孔が開ききっとる。やばい、人刺すやつやこれ。なんか気持ち悪いし、多分俺も笑わない。結局僕は飢え死にしたところで目が覚めるんだけど、起きたら耳にイヤホンがついててさ、ああ続くんだ。というかイヤホン、うん、姉ちゃんの声で、千里様は僕のご主人様です、千里様は僕のご主人様ですって声がリピートしてたんだ。え、ガチでガチで弟洗脳しようとしたの、あの姉。はあ、ちくしょう、あのクソ雨、またお前が原因かよ。2年生だけで遊ぶというのはどうやらそのうさばらしらしい。気持ちはわかるけど。とタクマの背後にサト姉が現れると、シッと口元に指を当てる。ランドセルは背負ってないので、どうやら一度帰ってから俺たちを迎えに来てくれたのだろう。まあそんなわけだから、姉ちゃんには仕返ししときたいんだよね。でも千里ちゃん、いつも私に優しくしてくれるよ。ああ、それはトマリだからだよ。トマリって名前にウサギって字が入ってるし、姉ちゃんはサイコパスゴリラだからさ、きっと動物同士で気が合うんだよ。はははは、よーく分かってんじゃん。もうタクマくんのバカ。せっかくのフォローが台無しになってしまったのだから、泣きたくなる気持ちも理解できる。というかどこから聞かれてたのか知らないけど、多分俺は大丈夫のはず。どうもデリバリーサイコパスゴリラです。なんで姉ちゃんがここに、どうしてゴリラが檻から抜け出してるんだって。切れそうなんだけど。言ってない、勝手に解釈して勝手に切れるのやめてくんない。よし、じゃあ普通に切れる。てめえ誰がサイコパスとゴリラのハーフだこの野郎。もうそれただの厄介でしかないんだけど。だいぶ序盤から聞いとったんや。どうやら最初から聞かれていたらしい。アルキってば、見てないで姉ちゃんどうにかしてよ。最初から聞かれとったってことは、ああごめんタクマ、無理。それ今一番聞きたくないセリフだよ。こうなった千里姉は、俺たちにはもう止められない。というか泊まりのフォローに耳を貸さなかった時点でもはや手遅れだ。それじゃあタクマ、遊びに行く前に洗脳し直そっか。サイコパスとゴリラ、どっちになってみたい？なんだよその最悪な選択肢、どっちも嫌だよ。どっちも嫌って、ったくしょうがないな。それじゃあ、ミミズにもなるか。今日からお前鼻クソ食べたろうな。ひどい。やだー、そんな即いじめの対象にされそうなキャラはやだ。ほら帰るぞ、鼻クソ食べたろう。というか鼻クソ食べたろってそもそも何なんだよ。すごいやん、なんかもうあれやん、あのツッコミの才能がありまくるやん、このタクマ。芸人やろ芸人、将来は。千里姉に腕を引かれていくタクマを見送ると、俺と泊まりも家へと歩き始めるのだった。なるほど、ここで二人っきりになって例の件を打ち明けるってことか。おう、それじゃ泊まり、5分後に呼びに行くから。そのことなんだけど。うん、どうした？あのね、実は今日この後お母さんとお出かけする約束してて。てっきり今日も俺についてくるものばかりと思っていたが、なるほどね。しかし泊まりになって泊まりの都合があるし、それを否定するつもりはかけらもない。そっか、じゃあみんなには伝えとくから楽しんできなよ。ごめんね、みんなで集まる話してたからなかなか言い出せなくて。このレベルの子がどれくらいあれなんだろうな、成長するんだろうな。
なかなか言い出せない。そんなトマリの言葉が俺自身の胸にも深く突き刺さった。俺も伝えなきゃいけないのに、ごめんトマリ。でいちいち気にはしなくていいから。だからほら、そんな顔するなよな。でも、でも。ああそうだ、じゃあトマリもさ、何か楽しいことがあったら後で話聞かせてくれよ。楽しいこと？そうそう、トマリが楽しそうに話してくれたらきっと俺も楽しい気持ちになれ、なれるからさ。うん、そうしよう。それが今日のトマリのクエストだ。今日は私一人で。わかった。じゃあハルくんにいっぱいお話できるように頑張るね。おう、いっぱい楽しんでこい。ニコニコと笑い、笑顔を浮かべてトマリが家の中へと入っていく。いわば今日のお出かけはこの先独り立ちをするトマリが成長するためのクエストなのかもしれない。そうだよな、俺がいなくなったらトマリは一人で過ごす時間も増えるだろうし。後から思えばそれは自分を正当化する理由を探していただけで、結局は問題を先延ばしにしているだけだった。じゃあ行ってきます。暗くなる前に帰ってきなさいよ。分かってるって。適当に返事をすると駄菓子屋に向かうために自転車にまたがる。はるくん、はるくん、あーそぼー。あ、行くって今日は一人で帰ってきたの？うん、お腹すいたから早くお昼ご飯食べたかったの。なんとも憎らしい理由だった。俺はちさと姉たちと遊ぶんだけど、イクも来る？ちーちゃんたちと、それってまた猫追いかける？追いかけるかは分かんないけど、すげえ嫌そうだな。やっぱあれだな、やっぱ子供ながらになんか5人で一致団結っていうあれでもないんだな。やっぱ人間関係ってのが一応あるんだな。嫌じゃないよ。私もね、早くみんなの仲間に入れてほしいもん。じゃあ一緒に来る？まあそうだろうな。確実に動くようなあれじゃないもんな。ちょっとは嫌そうな気持ち隠して。ごめんね。実は私まだご飯の途中だから戻るね。体を揺らしてイクが2軒隣の自分の家に逃げ帰っていく。そんなイクを見送るとペダルに足をかけ、千里姉たちの待つ駄菓子屋を目指した。お待たせ。お、来たな。やあハルキくん、僕鼻くその妖精鼻くそ食べたろ。強制されてやがる。あ、はい、そうだそうだ、千里ね、今日は泊まり出かけるから来れないって。はい、それってこらー。なんだよ、いじめ覚悟でこんなゴミみたいなキャラ作りしてるんだからもっと触れてよと言われても、ツッコミどころが多すぎてどこから触れればいいのか。恥ずかしくないの？一番最初にそれを言う。ごめん、そこには触れないで。めんどくさ。つーかお前、うるさいし滑りまくってるぞ。いや姉ちゃんがやれって言うからでしょ。僕だってこんなキャラやりたくないっての。鼻くそ食べたろうやれとは言ったけど、そのキャラはお前のアドリブだろ。なんかもう服の色ですらなんかその性格を物語ってるような。でもな、俺苦手だな。千里がこのまま大きくなったら俺が苦手なタイプの女に育つんだよな。なんて言うんだろう、あの気の強くて結構ガツ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 このプライベートゾーンに入ってくるやつって本当に嫌いなの俺って。ちくしょー、つまり僕の滑り損ってことかよ。それでもなんかちょっと距離感がちゃんとあるような、うん、礼儀というか、うん、
いい感じのその張らず緩めずの距離感っていうのを作れる相手ってのが一番そのいいんだけどさ、まあそういう好みの話は置いといて、千里姉としてはタクマが滑るところを見て楽しんでいるのだろう。それで今日は、うるせえ、店先で騒ぐなってなんか言えば、ババア、駄菓子屋ババア、すごいババアみたいな頭、ババアみたいな服着とる。ほら見ろ、お前が騒ぐからまたクソババアに怒られた。血管切れて倒れたらどうすんだよ。ごめんなさいって、なんで僕だけ謝らなきゃいけないんだよ。姉ちゃんも一緒に謝ってよ。だからうるせえつってんだよ。殺すぞこの鼻クソが来たら。鼻クソが来たのを聞いとる。混ぜるんじゃねえ。僕だって好きで鼻クソやってるんじゃないんだよ。最終コーナーを回ったところで先頭はイケメンキング、そして最後方から追い込んでくるのがヤンデレクイーンです。ひでえ馬の名前。しちょいと黙んなクソガキども。ババア競馬やったんかよ。え、何、残り 200m、 逃げるイケメンキングに大外からヤンデレクイーンが迫ってくる。うらさせさせさせヤンデレクイーン、イケメンなんてさしちまえ。なるほど、そういうことか。漢字違わんか、漢字。いや、ババアが一番うるさいんだわ。てか競馬のために俺たち黙らせるのかよ。よしよしよし、よくやったねヤンデレクイーン。おかげで今月の年金が倍に増えたよ。刺した、ヤンデレがイケメンを刺した。いつも俺たちが集合場所にしている駄菓子屋がここ松原商店、そして店番をしている店主のおばあさん、通称駄菓子屋ババアと一緒になって騒ぐのが俺たちの日課のようなものだった。あらら松さん、今日も相変わらず賑やかね。顔見知りの近所のおばちゃんが買い物袋を手に気さくに声をかけてくる。どうだかね、騒がしいの間違いじゃないのか。いいじゃないか、私らだって子供の頃は騒がしかったろ。それでもこんなに憎たらしくはなかったと思うけどね。バカ言うなよ、どう考えてもしわくちゃなクソババアより私らの方が可愛いに決まってるじゃん。いやいや千里ちゃん、これでも松さんね、昔は近所でも評判の美人だったのよ。なに過去の話さ、今じゃそいつの言う通りしわくちゃなクソババアだよ。その話初めて聞いたんだけど、写真とかないの？写真。あー、どうだったかしらね。探せば1枚くらいあるかもしれないけど。あ、見たい見たい、綺麗なババア。綺麗なババア。じゃあさ、荷物運ぶの手伝うからおばちゃん家行っていい？あら、いいのかい？ならお願いしちゃおうかしらね。うん、冗談じゃない、あんたもクソガキどもの悪ふざけに付き合ってんじゃないよ。おいババア、何照れてんだよ、気色悪い。うるせえ、ババアからかってった、ケツから手突っ込んで前歯へし折るぞクソガキども。奥歯ガタガタ震わせるんじゃないんか。すごいや、貫通しとるやん、ケツからドーン入れて腸突き破って胃を経由して喉を通り前歯ガーンっていくやん。ただいま。戻ったぞ。話の流れから今日のクエストはおばちゃんの買い物袋を家まで運ぶことになったということで、俺たちは3人でおばちゃんの荷物を運ぶと再び松原商店へと戻ってきた。はいよ、お疲れさん、これでも飲んでゆっくりしてな。店に入るなり、ババアがよく冷えたビニールボトル入りのジュースを持ってきてくれた。ん？これいくらだっけ？お使いのダッチみたいなもんだ、黙って受け取っときな。え、でもそれじゃあババアが損するだけじゃん。なーに、クソガキが一枚に遠慮なんてしてんだい。あんたもそっちのバカ二人を見習いな。なんだよババア、いいババアならそう言ってくれよ。サンキューな。うまい、なんだこのうまい鼻汁は。片方は本当にバカだった。
じゃあ俺もいただきます。あいよ、ぬるくなっちまう前にお上がんな。でも今日はどうしたんだよ、店のもんくれるなんて。なーに、たかだか駄菓子一つでも思い出になるならいいもんだろ。もしかして俺の思い出作りのために。確かに俺がここに通っていることは母ちゃんもよく知っている。だったらババアに引っ越しの挨拶をしに来ていても驚くことではない。ほら、サービスは終わりだよ。さあどんどん買っとくれ。なんかすごい、あ、今一瞬パーンって俺の中でひらめいたでが思考が弾けたんだけどさ、これってもしかして大人になったらっていうか、その多分この後、高校生とかそういうくらいになって再会するわけやろ、まず確実にこいつらは。その時のクイズになるだってタイトルがさ、だってそういうことじゃん。思い出抱えて愛に恋だ、思い出抱いて愛に恋だっけ、思い出抱えて愛に恋だ。まさかこれあれじゃん、子供の頃はあんなのだったよねみたいな感じのクイズになっちゃうっていうのが起こる。やめてよ、人の名前すら覚えれないおじさんがちょっとなんか認知的な障害を持っとるおじちゃんがそんなことできるわけないやろマジックアカデミーとかの方がまだ覚えれるわ。やばいな、どうしよう。ああ、ちょっと気を引き締めてプレゼントな。じゃあ飲み物はババアがくれたし、私はあんスケボーでももらおうかな。さとね、それ好きだよね、結構高いのに。あのトロッとしたチョコがうまいんだよ。棒だけ余ったらたくまにやればいいし。チョコの部分だけ食べるって最高の贅沢って感じだよね。じゃあ僕レタス太郎。二人は当たり前のようにお菓子に手を伸ばすが、俺は。あんたはまたいつものかい。もちろん今日は2パックで。俺はこの店の商品の中でも高価な部類に入るカードゲームのブースターパックに視線を落とす。今日も頼むぞ。コンビニやおもちゃ売り場など比較的どこにでも売っているこのカードゲームなのだが、この店で買うと不思議と欲しいカードが出やすい気がする。時代は沈黙なのに妖精キャッチのカードゲームなんてやってるの春くらいじゃない？あー、なんかもうそういうちょっとなんか過去のクイズを出されるっていう目で見てきたら、このワードの一つ一つがちょっと警戒してうってなってしまうんだけどすまねーすまねー、ちょっと話しかけないで、今集中して選んでるから。外から見たって当然違いはないのだが、だからこそ後悔しないように慎重に選びたい。そうでもないさ、こいつの他にもう一人わざわざこの店に買いに来る物好きなのがいるんだよ。え、そうなの？悔しいが、確かに人気では圧倒的に沈黙に負けている妖精キャッチ。なので仲間がいるならぜひとも会って話してみたい。本当に物好きなやつもいるんだな。で、それってどんなやつ？ババアのアップちょっとつらいな。ババアのアップちょっとつらいな。やばいな、目線入れようかな。歳はあんたたちと同じくらいかね。おさげの可愛らしい女の子で、同じ学校にいないかい？半分は女子なんだから、そんなんでわかるわけないだろ。そうだね、あんたたちと違ってお行儀のいいお嬢さんだよ。ここであれか、あの将来出会うヒロイン要素で、ここでまず3人やろ。3人やけどヒロインは多分5人くらいは必要なはずだから、残り2人はこういう感じのニアミス、ニアミスで、このカードゲームつながりで、あれか、あの会話を繰り広げていくってことか。パキッ。千里姉が手にしていた棒状のビスケットが、真っ二つに折れる。あれ、気のせいかな、私たちとなんか扱い違くない？そいつもクソガキじゃないの？そりゃあんなお行儀のいい子をクソガキなんて言ったら私が地獄に落ちちまうからね。そんなに？
まあまあ、千里ね、落ち着いて。で、その子ってよく来るの？静かな怒りに肩を震わせる千里姉を、なだめつつ、ババアに話の続きを進めてもらう。週に1、2回かね。そのうちばったり出くわすこともあると思ってたんだけど。奇跡的に会わんのけ。ねえねえ、それってもしかしてあの子？おや？ほんとだ、おさげの子だ。たくまが指さした方を見ると、店の外から中の様子を伺っている女の子が一人。確かに同い年ぐらいに見えるが、その顔に見覚えはなかった。すごい名前だな。坂川春樹。俺は坂川春樹。私は須坊千里、こっちは弟の拓馬。よろしくな。よろしく。千代川小学校の2年生、春野原優奈です。おう。皆さんのことはおばあさんからお話を聞いてます。こちらこそよろしくお願いします。もう挨拶一つでわかるやん、育ちが挨拶一つで育ちがわかるやん。そう言って行儀よくちょこんと頭を下げてくる。俺たちが住んでいるここ桃よ川地区に対し、駅を挟んだ向こう側が千代川地区になっている。はあ。間にある千代川駅までは俺たちの足で20分ほどかかるので、どうやらこの、また名前聞き忘れた。ごめんよみんな、俺ダメかもしれん。何やったっけ、どこ行った。春野原、もう直でいいんだな。春野原、もうなんかみんながすごいさ特徴的な名前をしとるからさ、春野原優奈出てこんな。春野原さんはかなり遠くからわざわざ、桃城川までやってきているらしい。どうした？ああ、そういうことか。ほら、クソガキ。これが挨拶ってもんだよ。お嬢さんの真似してやってごらん。うるさい。このくらい私にだって。やめたれ。ああ、無理。そんなこっぱずかしいこと今さらできるかよ。まあ今はそれでいいさ。あんたの成長楽しみにさせてもらおうかね。今はまだこの子みたいに挨拶する千里姉は想像できないが、もしいつかまた再会することができたら、その時は千里姉も変わっているのだろうか。それで、あの、皆さんの中で妖精キャッチのカードゲームをしてる人がいるって聞いたんですけど。なるほど、そういうことか。向こう向こうで気になっとったんやな。へえへえへえ。ああ、それ俺のことだよ。バッグから自慢のデッキケースを取り出して女の子の前に歩み出る。あ、そのデッキケースは販売から3分で売り切れたっていうオフィシャル通販限定カラー？すごいガチなやつだ。ガチの子だ。いやー、たまたまというかちょっと運が良かっただけだよ。あー、すごい、ひどいぞ。再販もされてないらしいから、今となっては超レアものらしいんだけどね。子供だな。まあ子供だしな。うらやましいです。私のデッキケースなんて。ちらっ。おう、春野原さんの手元でデッキケースがキラリと金色の光を放つ。そのデッキケースってまさか。あ、見えちゃいました。もしかして見えちゃいました？
ガキが何を探り合っとるんや、マジ面白いな。こいつ今絶対わざと見せたよな。いえ、別に自慢するとかではないんですけど、実はこのお店で買った時たまたまラッキーカードが入ってて。なるほど、それであのなんか応募者全員応募者サービスのやつか。なるほどな。はい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 、はい、それでジンクスを、あってわざわざここに買いに来るってことか。あ、ここで出たの。アルノハさんが取り出したのは、2万パックに1枚封入されているというラッキーカードを引くともらえるデッキケースだった。ちなみにオークションでは10万円で取引されたこともあるという噂が。へえ、なかなかやるじゃん。佐川くんこそなかなか見どころがありそうですね。なるほどね。まあ私このカードゲームでは負けたことがないので、私にふさわしいデッキケースと言えますね。俺だって不敗神話を継続中だし。重ねて言うと、このカードゲームをプレイしているやつに会うのがこれが初めてだ。確かに負けとらんな。というか負けたことないって、本当は誰とも対戦したことがないとかじゃないの？何言ってるんですか。私なんてそりゃもう毎日バチバチに対戦してますよ。ひどい、こいつら子供だな。子供なんだけどさ。そんな風に疑うなんて、佐川くんこそ本当に対戦したことあるんですか？バカ言うなよ。俺だって毎日ボコボコにしてるし。俺の場合メインデッキでサブデッキをボコボコにしているので嘘はついていない。ではどちらの妖精キャッチ愛が本物か、対戦で白黒つけるということでどうですか？望むところだ。そもそもこれ対戦型のカードゲームだし。いや、なんで仲間見つけた瞬間潰し合ってんだよ。冷静な意見を。で、すごい。そんな、この私が負けるなんて。お、勝ったんだ。つまりこれが妖精キャッチャーの差ってわけ。なんかやっても同じだと思うけど。ほらね、残念だけど、なんかやっても俺の太陽神ケアーン、ケツアゴ割れとる。デッキには勝てないよ。もう悔しいです。結局5戦したものの、俺が全て勝利して敗、勝敗は完全に決した、はあ、とはいえ勝った喜び以上に誰かと対戦できる喜びで胸はいっぱいだった。転校間近になってこういう思い出が、こういう出会いや思い出ができるのか、辛いな。あ、明日、今日は帰って研究してくるので、また明日対戦してくれますか？もちろん、今日は楽しかったし、また明日やろう。きっと春野原さんも今の俺と同じように一緒に遊べる仲間を見つけたことを喜んでいるのだろう。わあ、やっとなんか理解者を見つけ、なんかやっと理解者を見つけたのに、すぐにお別れがやってくるって向こうも向こうでちょっとしんどいな。というか春野原さんって負けず嫌い？え、そうですか？人からそんな風に言われたことはないんですけど。いや、私から見ても負けず嫌いの塊みたいなやつだよ。あ、私がですか？なんだか恥ずかしいです。おいおい、なんだよ、別に照れることないだろ。そこで一度深呼吸をすると、千里姉が春野原さんに握手を求める。え、あの、須郷さん？さっきはそのごめん、むしろさ、初めは気に食わないやつかと思ったけど、私案外春の原と仲良くできる気がしてきた。そうなんですか？先ほどの挨拶について千里姉の中で気持ちの整理がついたのだろう。ああ、ってなわけで挨拶のやり直しだ。
え、ちょ、サトネー。サトネーが俺の首に腕を回すと、そのまま強引に体を寄せてくる。私はスゴー千里。こいつらとは幼馴染のグループで、一番年上ってのもあって世話役みたいなもんなんだ。幼馴染の、なんだかいいですね。だろ。まあそういうことだから、春野原が春の友達っつうかライバルってことなら、今日から私たちとも友達ってことで。まあそこにいるババアに言わせりゃ、私たちは騒がしいクソガキ集団らしいけどさ、春野原さえよかったら、そんな私たちとも友達になってくれると嬉しいんだ。なんだい、やりゃできるじゃないか。やりゃできるじゃねえか。いつかまた会えることがなんて考えていたが、どうやらその必要はなかったらしい。私の方こそ、みんなと仲良くできたらすっごく嬉しいです。だから、その、改めてよろしくお願いします。まさかこうしてこの街を去る直前に友達が増えるなんて想像もしなかった。だからこそ嬉しいような寂しいような、何とも言えない気持ちになってしまう。そんな新しい出会いの余韻に胸を高鳴らせたまま、この日は解散して家に戻ることにした。